のでさ、これ不仲とかに発展するんだな、これは。方向性が違う解散だ。6年目にしてついに解散の兆しが見えてきました。6周年3人。お、なんか、これ書いてあります。小島さん？ん？読める？これ読めないから飛ばしたんでしょ。真ん中のやつは？鳥の位置。ああ読めんの？読めんの？すごい。珍しい。なんで、なんで読めたの？いや、なんか読めたんだけど、鳥の位置に行ってっていうのは、何の話だったの？多分ね、鳥の位置のお祭りに行ってきたの。毎年行ってんの？二人が行ってきたのか。そう。うん、ああ、なるほどね。毎年行ってて、私3年間ぐらいもずっと熊で飼ってて、そうするとすごい1年ね、なんかよく過ごせるの。去年は2人なんか提灯出してもらってたんだよ、ね。そうそうそう。今年もでも出てたんだよね。今年も出てたよ。そう、出してもらってたよ。今年も3人並んでたよ。スリーブスで。いいですね。演技がいいよ。うん、てかさ、さらっとさ、スルーしまくってるけどさ、うんうちら5周年だっけ？ああ6周年だよ、そこから6周年迎えたんですよね。いやでもね、それはね、うん、うちらはちゃんとお祝いしたもんね。そうだよ、2人でご飯行ったし、高見なが疲れたとか。いやまず言われましたっけ、言われ、あれ私誘われたっけ、何その感じ出すの、何その演出、誘ったじゃん、ちゃんと。あれ誘ったっけ、あれですよね、言われて、いや今日ちょっと無理そうやわ、疲れてしまったわって言って、うん、みーちゃんもちょっとオールナイト入っちゃったから、あそっかって終わってさ、夜 LINE したじゃん。それでいやもう帰ってたって、帰ってたじゃん、あんた。いやでも前日から言ったよ。あそうだよ、前日から3人の LINE に、だからみーちゃんもオールナイト入ったから行かなくなったんやなって安心してたのにさ、すごい疲れてても押したら来るの。ん？来て欲しかったよ、こっちは。だって、ね、よくわかんないもん。春だって二人でカニ食べただけだよ、うん。いつも通りや。ケーキも出ないし、別に。二、うん、人がオールナイト出たって言ってね、うんうん。私は切なくなってましたよ、755書きながら。どういう意味？そっか、と思って。ん？どういう切なさ？いや、だから、あ、二人でご飯行ったんだな、いいな、と思いました。言ったよ言ってましたよ。言ったじゃんか。いやいや、もう帰ってましたから、私完全に。いやいや、切ねえな。ちょっとよくわかんないんだけど。えこういうのでさ、こういう不仲とかに発展するんだな、これは。方向性が違う解散だ。6年目にしてついに解散の兆しが見えてきました。6周年3人取らないとかないからね。いやもうしょうがない、それはその機会を、ね、楽しみにしてたのに、その機会をくれないレコード会社にいたい、よろしく。いやもう聞いてないよ、きっとレコード会社。だっていねえもんね、もうこのラジオの現場にな。いつ来なくなったっけ。いやもうやっぱりドレックスがやめてくる。ノースリーブスのラジオじゃなくて、もう峯岸高橋小島のラジオ。あ、もういいんじゃない、それで。なんかこっちとしても嬉しいわ。タイトル変えるか。うん。もうこれ。でも部員どうなんの、部員は。部員たちは、俺は 何になればいいの、何部の。何部になるっけ、これ何部なのってなっちゃうじゃん。かわいそう。かわいそう。しかも名前変えちゃったら、なんかせっかく長く続いてんのに振り出しに戻る感じがする。じゃあみんなのためにそういうのはしない、うん、そうだね。あ、じゃあ子供のために離婚したいみたいな感じだよ、ね、よかったね、このラジオがあってよかった、うん、このラジオがなかったら分かるかもしれない。このラジオがつなぐものがあったな、よかったわ。私たちの子供みたいなもんだから。そう。子供やだ、我が子のようだね。はい、ご視聴ありがとうございました。気に入ってもらえたらぜひチャンネル登録をお願いします。